東京座席組をよろしくお願いします。頑張ります。それじゃあ放送開始前のスパチャ、Y. ともきさん1万円、たたりさん1周年記念おめでとんこつラーメンで、今日の飲み物は1万円払って人の飲み物聞いてきたの世界であなたが初めてです。世界初のお金の使い方だけしないでくださいね。どこで世界初やってるんだっていう話だから。しかも放送開始前に。で今日の飲み物はじゃあね、もう1万円いただいたんだからね、言いますけどもね、今日の飲み物はオレンジ香るアールグレイティーです。たたりくんくん、QY. ともきさん1万円、本当におめでとうございます。おざいくんくんさん、あとここで禁断の質問、たたりは吉本楓さんか美さんかばんちゃんかゆうさんか誰を選ぶのですか。だから誰にも会ったことないの。1年通して誰にも会ったことないんだよ。会ったことない人選べないでしょ。あとこれももう1万円かけて気になることかい、これ。そんな気になる。もうたたりって呼ぶのに関してはもうあえて触れないわ。ミューゴリラ先輩さん1000円でテスト1周年にありがとう。お祝いテストいただきましたよ。赤キャプさん1600円、こんばんは、一世紀記念おめでとう、テスト豚ケンシロ1周年です。そんな世紀を股にかける人間ではないので。そんな時代を超えれる人間ではないんでね、よろしくお願いしますね。あともう北斗の拳だけやめてくださいね。コロコロどんぐりさん1000円、みんなありがとう、あなたはお祝いされてません。今日はあくまで僕が主役です。でもね、もしかしたら俺の代わりに言ってくれたのかな、ありがとうってね。神戸山口組副組長さん1600円、1周年記念おめでとう、だからアイコスのメンソールカートンで買って、そうはならんやろ。どういう内訳でそうなった。俺が買う理由全くないからさ。ノムシリカさん1000円、1周年に言うことじゃないけど鎌倉の仕事時給上がったみたいだね、おめでとう。1周年にまず言うことでもないですし、僕大仏ではありません。なので訳がわからないことを言い合わないでくださいね。ノムシリカさん1000円、1周年を記念してずっとひた隠しにしてるその耳を出してみてはいかがですか。だから隠してないんですよ。ギャン出ししてます。いい加減僕の耳隠すのやめてくださいね。まるちゃんさん15,800円、やのっちー、おはとさん、くんくんさん、1周年おめでとうございます。俺の立場は変わっても桜は変わらず満開だった。武藤さんのようにやのっちもツイートする時が来たとしてもずっと変わらず応援します。なのでやのっちはやりたいことをこれからもやり続けていってください。ついていきます。泣きそう。しみる。まさかこんな温かい言葉が飛ぶとはね。信じられません。ありがとうね、まるちゃんね、頑張るからね俺。ピロシさん1000円、1周年めでたいめでたい、早く脱げよ。1周年の勢いで脱ぎません。今日だったらいけるかなじゃないんだよ。脱いだってしょうがないからさ。ノブさん1000円、1周年なんだから脱いでやれよ。だから優しさではないんだよね。お祝いだから脱ぐとはならないんだよね。脱いでも何の意味もないからね。ノムシリカさん1000円、1周年おめでとう、ところでいつまで真顔でいたらいいかな、あなたに任せます。いつかあなたの頬を緩ませられる日が来るその日まで頑張ります。よろしくお願いします。神戸山口組副組長さん1600円、なんで脱がないの、なんか問題あるの、問題しかありません。まずお見苦しいから脱がないんです。母案さん1600円、別にヤノッピが1周年配信してくれてうー嬉しくないんだからね。もう気持ちダダ漏れじゃん。もう漏れちゃってんのよ。受け止めるよ、母の気持ち。お肉マンさん1600円、昨日の切り抜き動画ありがとう、栗山英樹監督、僕矢野ニートです。
栗山監督ではありません、ようやく喋ったと思ったらこれかよ乃木っ子さん1111円、すごい、いっぱいスパチャ飛んでるね、なんかあったの知ってるくせに君も1年前からおったやろ分かってるんじゃないのマットデーモンさん5000円、1年も笑い続けるってすごいよね、おめでとう、僕のことも褒めてください、なんか僕だけしょんぼりしちゃうんで2人もすごいんですけど僕のことも褒めてくださいね、ミさん1600円、しゃれるヤノドール欲しいです、欲しい人がいました部屋のどこに飾るの、じゃあまるちゃんさん3200円、ヤノッチもチェスト打たれちゃった胸にドーンってきたね貫通しましたねみーちゃん800円で打ち上げ花火だ。あ、800円って言っちゃった。8000円だった。モザイクンくんが珍しく800円って言ってた。モザイクンくんが訂正するって相当だよ。お肉マンさん1600円。たかしに昇竜拳やめてください、下からかち上げないでください。続いてのコメント、マットデーモンさん5000円、ケイチョンもおめでとう、僕ヤノチョンです極楽トンボのメンバーではありませんコロコロどんぐりさん1000円、お前は 80% の力の式で打ち抜かれろ、なんでそんなこと言うんですか、なんで打ち抜かれなきゃいけないんですか死弾、差し弾というの、打ち抜かないでくださいね辛くないカラムーチョさん1600円、今日で1周年なんですね、こりゃたまげた、もっとたまげてください自分が一番たまげてるんだからそんなにあの1個のこと長く続くタイプじゃないからさ俺が一番たまげてるんだよね清水大蔵さん1600円、いつ飯行く、明日とかどう、あのだから行くなんて一回も言ってませんうん、相変わらず話を勝手に進めるね一度も行くなんて言ってないからね清水泰造さん1600円、1周年おめでとうございます、記念にご馳走したいのですが明日とかご予定どうですか、どうしても明日行きたいんだなどんだけ明日以外都合悪いんだよ明日はきついって気持ち作っていかないといけないから清水大蔵さん1600円、あさってからロシアのマフィアと飯なんで送りましょうか、何を送るんですか一体僕に何が届くんですか怖いもの届けないでくださいね文子ちゃんさん2000円、どもどもおはとさんファンの女子です、今日はおはとさんにプレゼントを持ってきました、受け取ってください、それはねダイナマイトだ、おいハト、今からてめえにダイナマイト、詰め込んでやるからよ、そんでもって、からどんどん押し込んでロケット鉛筆みたいにして、爆散した肉片を固めて中堅8個を作って渋谷駅に置いといてやるから楽しみにしとけよな、ぐへへへへ、矢野さん1周年おめでとうございます、この後も配信頑張ってください、あの普通にお祝いの言葉だけで大丈夫でしたあのなんか強めの思想を出してこなくて大丈夫です普通にあのお祝いの言葉だけ置いてってください文子ちゃんさん2000円、放課後にプール掃除をすることになった俺、制服の裾をめくり掃除をしていると背後から水をかけられた、その正体は浜辺美波だった、俺は手に持っていたデッキブラシで下に溜まっていた水を飛ばし仕返しするが、想像以上に水が飛んでしまい彼女はずぶ濡れ、制服のブラウスは透けてしまい一瞬ドキッとするが、彼女は中に T シャツを着ており A が透けることはなかった、そんな彼女を尻目に透けて見える T シャツにプリントされた天山博之の顔を何とも言えない表情で見つめたい、クソ小説をおやめくださいなんで浜辺が天山着るんだよ浜辺と天山は二度と会うことないから勝手にあの天山出してこないでくださいね清水大蔵さん1600円、日本人として心に刀は持って、いやそういう話はしてないそんな別にあのマインドの話してないから普通に見た目で持ってるかどうかの話だから
うん、あの思想を出してこないで。清水泰造さん1600円、股間に小刀持ってんじゃねえよ、なんで小刀って決めつけるの。でかいかもしれへんのに。切れ味鋭いで、悪いけど。母さん1600円、じゃあ脱げよ、見たいから、見せびらかすものではない。見せびらかしてもしょうがないから。清水泰造さん1600円、じゃあ脱ぐ、あのだから見せびらかすものではない。見せたってしょうがないから。ひろしさん1000円、1年待ってたから脱げ、やだ。ボブさん1000円、さっさと脱いでやれよ、このスパチャをおはとは待ってました。なんでなかなか終わらせてくれないんだろうなと思ったら、いつからニコイチになったんだよ。いいんだよ別に、ニコイチにしなくていいんだよ別に。あれ飲むまだかなじゃないんだよ。写真刺さってて草、これ地毛ですね、はい。顔出ししてください、ギャン出ししてますね、はい。北の偉い人ですか、あの日本の偉くないフリーターですね。